お疲れ様でございました。ありがとうございました。今日はありがとうございました。生配信が十分進んでよかったですね。よかったですね。良かったですね。アイドルのことながらハラハラしますけど良かったです。いやなんか楽しかったですね。今日急遽、こうサックストリオみたいな感じになりましたけど、すごい面白かったと思います。すごくたっぷり演奏できましたし。そうですね。はい、選曲もなんかちょっと普段やらないような曲を入れてみたりとか、もしぶく吹いてくれる。何をしちゃう。マサヤちゃんも大きなって大きなった。親戚のおばちゃんの会社ありがとうございました。吉方さんも今日はどうでございましたか。本当に何気に里村さん初共演で、そうでもありがとうございます。面識はあったんですけど、なんかこういう場をセッティングしていただいて、ありがたく勉強になりますです。なんか小中高の出身した学生ね、めっちゃ生まれが多分同じような、同じような吹田のね、第二学区というかものすごい同じところに育ったような感じ。いろんな曲をチョイスしましたので、ぜひともですねパスマーケットで、配信の申し込みしていただけるんですけど、ちょっとややこしいの分かれへんねんっておっしゃる方もいると思うんで、分からない方はこちらのメンバーの方にですねメールくださったら他の方法をお伝えしますので、配信の方4月3日の昼12時から始めますのでよろしくお願いいたします。お願いします。評価マジックその1、電源ケーブルなんですよ。で、これすごくないですか。ここにスタビライザー入ってるんですよね。そう。しかもこれ見てこの太さ、すごくないですか。すごい。これ手作りですよね。手作りだね。すごいですね。すごいです。フランス木岡さんガリガリになりますわ。もうすごいですよね。すごいですね。すごい。頑張るぜ。アンプ用のね、電源としても使えます。すごいなこれ。なんかパソコンでも私のパソコンも対応してたんで、こっちの口のやつ対応してたんで、チリチリすごい音なってます。本当。でギター用のこのもしかしてケーブルも先まで。そうそう。ギターアンプの電源ケーブルもそれ。おお。ギターアンプの電源ケーブルもそれ。確かに。すごい。こちらのシールドケーブルね、今日今朝まで作ってあったんですか。それは里村ほんまに今朝まで作ってた。こちらの新作今日初めて使ったというね、で里村さんのやつ、はい、これ大丈夫脱いで大丈夫ですか、はい、こちらペラですね。こちらのケーブルですね。はい、XLR、はい、このケーブルを朝まで作って朝まで作ってたすごいすごい。しかも材料はのドイツからこうね、こうドイツの方で差し込み、差し込みも俺も今朝まで作ってたわけで、これはこれでも昨日かな、昨日か前日に制作された素晴らしいタップなんですけど、意外と軽いです。そうか、これはね、しっかりしておりますね。こちらの新作のボードに今日は乗って演奏しましたんですけどね、重すぎて30キロぐらいありますよ。かもね、はい、これもう足の上落としたら蒸れなく骨折なんですけど、気をつけてこの上に乗って音楽聴いたら全然変わるんですよ。スコーンって抜けたような音があって、この上から降りたらあれみたいなすごい。今日もマジ、今日はどうもありがとうございます。今日はどうもありがとうございました。また次回お会いしたいと思います。それではさよなら。さよなら。さよなら。